こんにちは、速稼塾の久保です。私の放送を見ている方の中にはサラリーマン YouTuber J さんという、ね、方がいるのをご存知の方もいるんじゃないかなと思います。この方はですね、読んで字のごとしサラリーマン生活をしながらインターネットを使った副業で500万円を1年間で稼ごうというふうな、ね、目標を立ってるんですよ。で現在ですね、5ヶ月目が過ぎて6ヶ月目に入ったわけなんですけども、先月の利益確定額を今レポートでお寄せいただきました。その額213万円だそうです、ね、1ヶ月単月で213万円です。いかがでしょうか。最初の1ヶ月目はやるやると言ってなかなかできなかった、だから売上はゼロだと言いました。次の月っていうのはセルフバックでいくらか稼いだかなっていう金額を上げてくださいました。で3ヶ月目 YouTube をたくさん作り出してアクセスを稼いでくれました。4ヶ月5ヶ月と経って利益確定額213万ということで1年間で500万円の目標を立てていましたけども、半年を終わらずに今213万ということで割とね追い込んできたんじゃないかなと思います。40数%、 45% ぐらいの達成率になっていると思いますよ。でこの売上213万はどのようにして作ったかと言いますと、これはね暗号通貨の利益確定なんですよ、ね。なんだという流れですよ。なんだ暗号通貨って言った人、あなたは暗号通貨でやろうとも200万以上の利益を残せましたか。先月多分残せてないんじゃないかなと思います。よくて含み益がある、まだ確定してない、利益確定してない段階のものがあるぐらいじゃないかなと思うんですよ。でサラリーマン YouTuber J さんは YouTube 活動したりとかね、そういったポイントサイトセルフバック活動しながら集客もやりながら現金としての利益確定も成功してるんですよ。もうちょっと詳しく言うと、これはですね、私のリップルの購入と売却ですか、こちらの方を、目安に大体同じようにやったらしいんですよ。そうすると213万利益ということですよね。だからね、この方に代表されたように、後付けなんですけども、これは私の言う通りにやると勝てることが多いんですよ。当然ですよね。だって私がやる通りにやって勝てなかったら私のお金もう今ないですからね。で私はどんなことをやるときでも必ず利益を残すように終わるようにしてるんですよ。そうならないときもありますけども大半そうですよね。でどうしても利益にならなかったら他のことでやっぱり取り戻すためにすぐに次のトライをします。一つのことにずっと落ち込んでそこに固執してないです。しつこくなんとかみたいなのもやってますけどもね。あれは何でやるかっていうと、もちろん問題追及もありますけども、私ぐらいは活動していないとそれこそね、本体の方がもう焦らなくなっちゃうってところもあるんですよ。ちょっと余談が過ぎましたけども、サラリーマン YouTuber J さんね、これ500万円1年間で稼ぐことを目標に今200万円以上の利益が出ています。あなたはいかがでしょうか。だからね、サラリーマン YouTuber J さんも今年の1月は何もなかったんですよ。忙しい忙しいで結局何もできなかったんで、なんとか活を入れてくださいみたいな感じで、よしじゃあサラリーマン YouTuber J のコーナーを作ろうっていう形でね、やり取りしだしました。このぐらい変わっていくんですよ、意識が。何もやらなかったら多分この213万ってのはなかったでしょうね。ということで、これからも1年間かけて500万をどこまで追い込めるか、それともね1000万ぐらいになっちゃうのか見ものだと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。で同じようにもう今月から始めたいんだって方がいらっしゃいましたらね、私大いに受けれますんで、じゃあ私は残りの6ヶ月でこれだけ稼ぎます、もしくはこれから始めて来年の6月までにこのぐらい稼ぎますみたいなのがありましたらね、やっていきましょう。いってらっしゃい。